ただいまー。<laughs> お待たせ。ごめんね、待たせちゃって。お留守番しててくれて、ありがとね。<laughs> じゃーん。落としたハンカチって、これだよね。うんうん。あなたがいた、駅前の噴水のところに落っこちてた、うん。今度は落とさないように気をつけなよ。 もう、<laughs> だから、そんなに謝ることじゃないってば。あなたの苦手なこととか、代わりにできそうなことは、私が何でもしてあげるって約束でしょだから、こういう時も、思う存分私を頼ってくれていいんだよ。それに、あそこに戻るの、怖かったんでしょそれなら、無理することじゃないよ。 たまたま私が道歩いてた時に、あなたが変な人に絡まれてたから声かけたけど、あれって、もしかしなくてもナンパだよね。はぁ、あ、まったく。あなたがすっごく可愛いのは、私も十分わかってるけどさ。知らない人にいきなり声かけられても全然嬉しくないよね。それにもっとこう、 誘うにしてもやり方とか考えようがあると思うのに、ああやって下心丸出しで、無理やり腕引っ張って連れ出そうとするなんてさ。うん少しは相手の気持ちにもなれっての。ああ、本当に腹立つわ。ああ、なんかあいつらの顔を思い出しただけでイライラしてきた。 やっぱ、あなたを傷つけた罰として一発ぶん殴っておけばよかったかな。怖かった、よね。ごめんね。もっと早く見つけてあげられなくて。あなたは、人見知りで怖がりなのに、あんな乱暴なことされたら、嫌な気持ちになるの知ってるもん。よしよし。 大丈夫、大丈夫。もう怖くないよ。ここには私とあなたしかいないんだから、もう無理に気を張らなくていいんだよ。<laughs> あらら、ちょっと涙出てきちゃったね。<laughs> いいよ、ティッシュ持ってくるから。 目をこすったらダメだよ。ほら、これで拭くって。<laughs> 上手にできたね。綺麗になった。偉い偉い。あれあ、ちょっと、急に立ち上がってどこ行こうとしてるのえ、長居しちゃったからもう帰る <laughs> ダメ、まだ帰らせない。 無理してるのバレバレだから。って、震えてる。涙だってまだ報いきれてない。外ももう真っ暗になっちゃったし、そんな弱った状態でバイバイなんてできるわけないじゃん。あねえ、あなたさえ良ければなんだけど、しばらくは私の家で一緒に生活してみないうん、要するに、 私の家でお泊りするの。お泊り用のセットも用意してあるし、大学だってうちからの方が近いから遅刻もしないで済むじゃん料理も代わりに私が用意してあげるよ。この間あなた用に作ったお弁当、美味しいって言いながら完食してくれたもんね。お風呂に入るのが面倒なら、一緒に入って体洗ってあげる。 掃除も洗濯も身の回りのことを全部私がやってあげるから、あなたは何もしなくていいの。ねえ。考えただけでもいいことずくめでしょあなたは私の近くで笑っててくれればそれでいいの。どうすごくいい提案だと思うんだけど。<laughs> うしてくれると嬉しいな。じゃあ、今日からはここがあなたのお家だと思って生活していいからね。え、どうしてそんなに尽くしてくれるのかってなんでって、そんなの決まってるでしょあなたのことが命よりも大切だから、それ以外の理由なんて必要 よーし。早速準備しなくっちゃ。お布団と着替え、<laughs> 持ってきちゃうね。ああ、そうだ。バタバタしてたから言えなかったけど、今日の服装、もしかして、私があげたプレゼントでまとめてみた感じやっぱり、すっごく似合ってるよ。一番はやっぱり首元の蝶か。うん、うん。 私の見立ては間違ってなかったみたい。白い肌に、細い首筋によく生えてて、とっても素敵だよ。それに、アンクレットもつけてくれてるんだ。あーいいねいいね。最高にかわいい。にしても、上から下まで、全身私一色コーデになっちゃってるね。 へえ、私が隣にいてくれてるみたいで、安心するんだ。<laughs> うんそっか。<laughs> もう、嬉しいこと言ってくれるじゃん。この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 。じゃあ、今度はお揃いの指輪も買ってあげる。え、知らないの今仲いい親友同士で、 フェアリングつけるの流行ってるんだよ。あなたそういうの尊いもんね。いいのいいの、気にしないで。知らないことは全部私が教えてあげるから。ずっとずっと、これからも私だけを頼ってね。私がいないと何もできないあなたが愛おしいの。 何でもないよ。気にしないで。それじゃ、お泊り用のセットとお菓子取ってくるから、待っててね。やっぱりダメだった。私から勝手に離れたら、ろくなことにならないね。これからは、変な虫がつかないように、私がもっと見守ってあげなきゃ。 あの子はか弱いから、傷つかないように大事にしないと。あの子は不器用だから、何でも変わってあげないと。あの子は臆病だから、快適から遠ざけてあげないと。あの子には、私がそばにいてあげないと。それから、あの子に近づいたゴミどもは、後で始末しておかないと。 ああ、やっぱり無音カメラって便利だな。あの子に怯える顔なんて似合わないもん。<laughs> 二度とあんな目に合わせないようにしなくっちゃ。これからも、何があっても、ずっと一緒にいてあげるからね。